皆さん、今日はありがとうございました。本当にいい一日でしたわ。どういたしまして。春菜ちゃん、なんだかとってもご機嫌だね。きっとミーコたちの誕生日プレゼントを気に入ってくれたからなの。今年はちゃんとサプライズをプレゼントできたもんね。でも春菜ちゃん、今年はいつもみたいにお説教しなかったの。もしかして驚きレベルが足りなかったのかな。エビさんを仕込むとか、もっと派手にした方が良かった。それもいいかもしれませんね。春菜ちゃんが怒らない。春菜ちゃん、もしかしてどこか具合でも。いいえ、そうではありませんわ。ただ一緒にいられる時間というものがとても素敵なプレゼントだということを知ってしまったのです。